ム&のグラスティングメルティングバーム全7色をレビューしました。全体的な感想を伝えていきたいと思います。まず今回のラインナップ、落ち着いた感じの秋冬向けの色味が多いのかなという感想です。でこれ口紅やグロスじゃなくてリップバームなんですけど、リップバームの割には発色が良いのかなと思いました。あと塗った感じが軽いんですけど、もちっとした感じと、保湿されてる感じがあるのと、ツヤ感がとても出てるので、そこは良いなと思いました。あと塗った時にいい匂いがします。でちょっと微妙だなと思ったところが、この塗ったやつを見ていただいたら分かると思うんですけど、めちゃくちゃテクスチャーが柔らかいんですよ。柔らかくて、直接塗るとベチャってなっちゃうので、途中指で塗ったりとかしてたんですけど、これが柔らかいっていうところがちょっと塗りにくいところなのかなと思います。でもこの新色発売されてるこの2色の方はそれが改良されてるみたいで、割と塗りやすくなってました。でこれ1本1320円なんですけど、この感じで結構柔らかいと1回あたり塗った時の量が消費が早いので、もしかしたら減りがちょっと早いのかなというところで言うと、その値段と、使う期間で考えるとそこはちょっとどうなのかなというのはあったんですけど、まあ、1本2本がっつりグロスを塗る前とか通常の時に通常使いで塗っておく分にはとてもいいのかなと思いました。お疲れ様です。 お疲れ様です。これ何ですか、一緒のものを7個買って紹介してたんですか？まあブランドは一緒ですけど、どう見たって、ね、どう見たって色違うでしょうよ。これ日々変えるんですか？日々変えますよ。洋服の色とかでとか髪型とかでこう変えれる。変えれますね。しかも多分今回の色味は秋冬向けになってる。そのピンクとかでもちょっと落ち着いた色、オレンジ、これオレンジなんですけど、オレンジでもちょっと落ち着いたオレンジ。夏だと何、青なの？青にはいかん。いかない。もう死んどるやん、青だったら。そんなの誰も見てないと思う。見てるって。見てない。見てるって。だってさ、デートした女の子がさ、お待たせって言って現れた時さ、顔バッチリなのにさ、唇だけ血色悪かったらさ、なんか浮いてるってか、なんか心配になんない？プール上がりそうみたいな、まあ、ギャグになっちゃうけど、うん、それぐらい口紅まで塗ってトータルコーディネートですから、化粧は。あ、そういうことなの？はい、そういうことです。はい、塗ってるって大事なの。あ、そう。はい。あんま見てないと思うけどな。いや、見てる人は見てるよ。あ、本当。見てる人は見てる。今日の口紅いいねって言ったらモテるかもよ。マジ？うん。マジ？まあ、気持ち悪くない？じゃあ行ってみよう。今日の口紅いいね。うん。な、どこがいいの？どこがいいと思ってんの？いや、なんか12番の新発売の、ね。怖い怖い。誰か女できたのって言われるよ、それ。よろしくね。